アウディ100、アウディ100、アウディ100は、ドイツの自動車会社アウディが1968年から1994年まで製造していた中型乗用車である。二代目、三代目モデルの上級仕様は、アウディ200として販売された。また、アメリカ合衆国では三代目モデルが A5000 という名称で販売されていた。1968年から発表された、 アウディのフラッグシップであり、欧州市場では E セグメントに属する乗用車であった。世界で初めて直列5気筒ガソリンエンジンを搭載し、また3代目モデルは市販車として初めて空気抵抗係数 CDG0.30 を達成した。ボディ形状はセダンを基本としたが、世代によってはクーペやハッチバックも存在した。駆動方式は前輪駆動がベースであるが、 三代目以降は、クアトロ、クアトロと呼ばれる四輪駆動も選べた。アウディフォルクスワーゲングループのフラグシップとして1968年にデビュー。大柄なセダンボディに小排気量のエンジン、1.8リットル直列、4気筒を組み合わせ、前輪を駆動する。エンジンは、吸気系、圧縮比などのチューニングに応じて80馬力、90馬力、100馬力仕様が存在した。 当初は4ドアセダンだけだったボディは、1969年には2ドアセダンが加えられ、1970年にはファストバックの2ドアクーペ、100クーペ S がラインナップされた。クーペには強化エンジン、1.9リットル115馬力を搭載した。同1970年には、セダンの最上位機種、GL2VW 製の3速、AT 仕様が加えられている。 1972年に80、90馬力仕様のエンジンは85馬力の新エンジンに統一され、セダンの最上位機種には従来クーペ専用であった1.9リットルエンジンが搭載されている。1973年にマイナーチェンジを行い、モデル末期の1975年にはアウディ82も搭載されることになる1.6リットルエンジンを追加している。 アウディ100は1976年に初の全面変更を行う。トップグレードではガソリン車で世界初の直列5気筒エンジンを採用し世界中を驚かせた世界初の5気筒エンジンはメルセデスベンツが1974年に表したディーゼルエンジン。5気筒エンジンは6気筒のパワーと4気筒の経済性を訴え、2.1リットルから100馬力を 発生させている。後に改良され、136馬力と大幅に出力が向上した。ボディラインナップは、4ドア2ドアセダンはそのままに、クーペはなくなり、アバントと称する5ドアハッチバックが新たに追加された。この頃のアバントは、現在のようなステーションワゴンではなく、ファストバックの5ドアハッチバックで大型化された。 フォルクスワーゲンパサートのようなモデルであり、フランスのルノー25などにも類型が見られる。この C2 シリーズでは、新設計のエンジンによって、ドライバビリティが大幅に向上し、ヨーロッパ市場では一つのベンチマークであった、メルセデスのコンパクトのライバルの一台として指揮される、実力を備えるに至った。ロクライトの車内は、FF の利点を生かし非常にルーミーであり、 リファインされた乗り心地、静粛性などにおいては、むしろ W123 を凌駕していた。その他、パンクしても直進性を保つというネガティブスクラブのフロントサスペンションや2系統のブレーキ配管など、派手さはないが、乗用車としての安全性を追求した技術が目立つ。北米では、アウディ5000ロナで販売されブランドイメージの刷新を行った。1980年には、 上級モデルの200がデビューした。これは100のシャーシをベースにターボ下級された2.2リットル合気筒、170馬力エンジンを備え、それに応じて足回りを強化したモデルで駆動方式は前輪駆動であった。日本仕様では自動車排出ガス規制によるパワーダウンおよびトランスミッションが3速 AT、当時すでに 4AT が上級車の主流だったである。 ことが難点であった。1980年にアウディ200ターボの登場に、合わせて他のモデルもマイナーチェンジ。当時欧州においては、ディーゼル乗用車は一般化しつつあり、各社とも美に比に完成度を向上させていた。メルセデスは前モデルからディーゼル乗用車のマーケットを確立してり、VW グループでも初のディーゼル乗用車、フォルクスワーゲンゴルフの成功の後、 それの4気筒ディーゼルエンジンを拡大した5気筒2リットルをアウディ100に搭載してデビューさせた。日本でのインポーターであったヤナセはすでに輸入していたメルセデス 300D、240D に続いてアウディ100ディーゼルの輸入を開始した。機械的にはゴルフ D 以上の完成度であったが MT しか選べなかったことやアウディ100を選ぶユーザー層は ディーゼル乗用車に関心が低かったせいで、販売上不振であった。当時、BMW524 トン D2.4 リットル直列、6気筒ターボディーゼル、ボルボ700、シトロ NCX なども日本市場にディーゼル乗用車を登場させたが、メルセデス以外は販売上不振を理由に早々に輸入されなくなった。これは、当時の輸入車のユーザーが機械としての完成度よりも、 高級品としてのイメージを求めたことが理由と思われる。日本において輸入車はまだまだ高価であった。1982年にモデルチェンジしたアウディ100は CD 値0.30の空力ボディを持つ。全長 4805mm、全幅 1815mm、全高 1420mm、1980年代前半と、 いうのは、欧州自動車メーカーで、それまで脈々と研究されていた空力リファイムが、具体的なモデルとして登場し始めた年代である。ボディの空力デザイン自体は、1960年代から、まずは、レーシングカーの最高速工場を目的に始まり、次に、効率的な乗用車というテーマに波及していった。 この消費企量で高速巡航を可能にするというテーマは陸続きで高速移動を可能にするインフラの整った欧州においては十分に現実的な問題であり、これに従っていくつかの収作、ピニーファリーの CME1600 やシトロン g s CX、n s ユーロ8 0などの先駆者が1970年代にすでに登場している。1980年には、 レーシングカーやプロトタイプ以外で空力に無頓着であったメルセデスが最上級の S クラスにおいて空力的なボディ c d 零点三六をまとうという新たな技術の方向性を打ち出したこのような流れの中でアウディ百では以前にもないほど徹底的な空力的リファイを行いボディ仮面やホイールハウス周り窓枠のフラッシュサーフェス化などのアイデアによって二点二リットルの 小排気量で時速 200km の巡航を可能にした。実際により大柄で室内スペースの広い C3 の2.2リットルなモデルがターボ下級された C2 の 205T のように静粛で早くずっと燃料費は低い。これらの魅力は非常に好評でその後他社のモデルは空力ボディの追求なしにはリリースできなくなる。そういう意味でアウディ100が 空力ボディの講師であるかのように言われる。C3 はモデル中期にダッシュボードを含む内装のマイナーチェンジを行う。その際に新たに導入された安全技術として、プロコン10、プロカーン10と呼ばれる衝撃吸収システムがある。これは衝突時にエンジンが後方に押し込まれる力を利用して、ボディマイナスエンジンマイナスステアリングを結んだワイヤーが、 ステアリングを前方に引き込む装置で、当時メルセデスが先陣を切っていた SRS エアバックシステムに代わる安全装置として考案された。まだ SRS エアバックが一般化する以前、アウディはエアバック展開用の火薬の信頼性を疑問視したのと思われる。アウディ100は徹底した空力追求による効率化により、1983年度のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞。 日本でもモーターマガジン主催のワールドカーオブザイヤー賞を受賞している。ボディは2ドアセダンが廃止され、4ドアセダンとステーションワゴンのアバンと、k 2種がラインナップされていた。上級版のアウディ200も引き続き設定され、165馬力だった2.2リットル、5気筒ターボエンジンは、最終的に、DOHC20 分化され220馬力を発するようになる。 アウディはラリー競技でアウディクワトロ通称ビッグクワトロの実力を確かめるとフルラインクワトロ化を目指し100-200系もついにクワトロ版が登場する当時クワトロシステムの駆動力の強力さを強調するためスキージャンプ台をアウディ100クワトロが登りきるというテレビ CM を放映していた2005年にはクワトロ登場から25周年を記念し A6 クワトロを使用し、リバイバル CM が放映された。アメリカでは引き続き、アウデ5000の名で販売されていたが、1986年11月、CBS テレビの人気ドキュメンタリー番組、60ミナッツが相次ぐ5000、オートマチック仕様の暴走事故につい戦場的に報じた。これによって5000にはネガティブなイメージが定着。 88年モデルを最後200、200の名称に改められたブレーキとアクセルの踏み間違え事故の項も参照のこと。1988年、さらなる上級モデルとして V 型8気筒の3.6リットルエンジンを搭載するアウディ v 8が発表された200クアトロのシャーシを流用し、 クラス初の 4WD システムや大きなブレーキローターを内側から挟むブレーキキャリパーなどを搭載していた。柳瀬が1983年から輸入を開始している。100、200ともに輸入されたが、200はバントのみ輸入されなかった。1990年にアウディ100は4世代目にフルモデルチェンジする。むやみな大型化は避け、全幅を縮小しながら、 パッケージングの妙で、室内空間を拡大している。主力エンジンであった直列5気筒は、ラインナップされるものの、ターボエンジンは姿を消し、代わりに、V 型6気筒エンジンが新設計されている。ボディは、仙台同様4ドアセダンと5ドアワゴンのアバントの2種で、駆動方式も、FF と 4WD の2種である。ラインナップの整理を行い、 上級版であった200は姿を消した。同様に80の上級版であった90も、モデルチェンジと合わせて80に投稿されている。代わりに新登場となったのが、シリーズのイメージリーダーとなる S4 で2.2リットルの5気筒ターボから230馬力を発生させた。1995年モデルから、マイナーチェンジにより、A6 シリーズを名乗ることになり、四半世紀続いた。 アウディ100の歴史に終止符を打った。このマイナーチェンジで、ライトやバンパーの衣装変更を行ったほか、S4 が S6 と名称変更し、S6 を除き直列後気筒エンジンを廃止した。ヤナセが1991年から輸入を開始したが、1992年に販売方法をめぐって、フォルクスワーゲンアウディグループ、バッジとヤナセが決裂し新たに、 カーレン店ンとディウオ店で販売するようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。